里崎チャンネル。こんにちは。さてさて、はい、まああっという間にもう2月に、ね、なると思うんですよ。一瞬ですよ。秒でなります。秒ですか。人生の早送り機能あるんかっていうぐらい、はい、はい、明日からキャンプ。やっぱりあれですか、20代より30代の方が早かったりですか。でも今は一番早いかもわかんないですね。いや、そうですよね。だって私も、まあ、20まだ20代ですけど、前半と今って全然違いますもん。本当ですか。1年めっちゃ早い。今の方が早い。僕今の方が何もないから早い、はい、で年を重ねるごとにどんどん早くなるって言うじゃないですか。でもめっちゃ早いんですよね。いや、だからぼーっとしてる時間が長いっていうか、なんか知らない間に時間が過ぎてるから、はい、早く感じるんですよね。野球っていろんなやることいっぱいあって、現役時代と比べると、現役やっぱ野球してる方が長く感じるんですね。はい、一日やることがものすごく多いからじゃないですか。あと考えることも多いし、なんかいろんなこと考えながらやってるから、今ってっボーッと生きてるから、そうですか。多分ね、ボーッと生きてたらね、一日めっちゃ早いよ。はい、早いですよね。一日何もない日ってめっちゃ早いですよね。早い。だから芸人の時も休みの日はめっちゃ早いですよ。ボーッとしてるから。なんかテレビってこうやってだらーって見てたら一瞬で 3,4 時間過ぎますもんね。過ぎます。でもこう勉強してる 3,4 時間ってすごい長いじゃないですか。すごいな。いやー、なんかボーッとしてちゃダメですね。だから多分ね、年寄って時間が早くなっていってるのは、はい、多分ボーッとしてる時間が長いじゃない。え、そうですか。そっか。まあでも要約すると、はい、もう何回も繰り返してるから、はい、だから、あ、季節が来た、あ、ひな祭り、あ、5月の節句、あ、夏休みみたいな、その何回も繰り返してるから、うん、要は分かってるから早く感じるんですかね。そういうことかもしれないですね。まあ、はい、最初の頃だと分かってないから、はい、いろんなことが新鮮だし、うん、いろんなことが分からないんだから、はい、だからあれですよね、どっか知らない土地行った時に旅行とかで、はい、帰り道の方が早いみたいなもんですよ、ね。帰り道めっちゃ早い。やっぱりこの景色も分かってるし、はい、これぐらい来たらこれぐらいっていうのも分かってるから、はい、だからもう時間の感覚が分かってますもんね、はい、でも行き方ってどこがゴールか分かんないし、はい、景色も見てないから、はい、まあ、いろんな景色見ながらとかちょっとゆっくりになったりとか、どこだろうっていうのを、その感じですよね。すっごい分かりやすかったです、今の。すごい。ありがとうございます。あー、すごいね。だって帰り道、あれこんな近かったんだここってなりますもんね。なります、なります。はい、あれ一瞬で着いたなみたいなね、はい、あ、すごいしっくりした。だから今度から説明は、はい、そのなんか都市が何歳とかより、はい、旅行の行き道と帰り道ってことで言った方がいいっすよ。そうですね。勉強になります。ありがとうございます。これから使わせていただきます。そうですね。で、今日何の話ですか。ですね、何の話でしたっけね。キャンプがあっという間ですねって。あー、はい、これね、キャンプ始まります。はい、初めのキャンプの第一クール、はい、僕はもうずっと疑問に思うことがあるんですよ。はいはい、多分皆さんもね、うん、これを聞いて、はい、第一クール目をよく見といてほしいんですけど、ちなみに第一クールっていうのは最初の1週間ですか。いや、休みの日までです。あ、次の休みまでが第一クール。だからもう3勤1休だとこの3日目が第一クールなんですよ。4勤1休だとこの4日間が第一クール。なるほど。もし6勤だとこの6日間が第一クールなんですよ。じゃあ球団によって何クールあるかまた違う。違うんですよ。はい、休みまでが1クールっていう感じなんで、はいはい、まあ、でもね、だいぶ少なくなってきたような気がするんですよ、この僕の疑問も。はい、僕キャンプでいろんな球団見させてもらうんですけど、はい、だいぶ少なくなってきてると思うんですけど、うん、まだあるところがあるんで、うん、これいつも疑問なんですけど、はい、第一クール、特にキャンプの初日とか2日目とか3日目とかに、はい、よくみんなも見たことあると思うんですけど、はい、アップ終わった後に全員でスパイク履いてベーランやったりとか。ベーランって何ですか。ベースランニング。あ、ベースランニング。うん、あとはサード、ショート、セカンドとか外野とか、うん、全選手が塊になって、うん、ゴロ掘って、ゴロノックね、はい、を場所変わりながら1時間から1時間半ぐらいずっと受け続けるっていう、はい、それダメなんですか。だって、これ何、キャンプに入るためのアップのキャンプみたいな。あ、そういうふうに思っちゃうんですよ。はいはい。これって何のためにやってんのってやりながらやってる時も思ってたんですよ。本当にその実践的というよりはもう軽いアップみたいなものって、だから
なんか第二クールからが本当のキャンプみたいな。へえ。なんかキャンプに入ってんのに、うん、キャンプに入ってキャンプをするためのアップみたいなのがあるんですよ、はい、第一クール、はい、これ何、これ意味あんのっていうね。あ、まあまあまあスタートするにあたってちょっとまあ体を温めておこうかなみたいな。いやいや、自主トレやっていたんでしょっていう。確かに確かに。でしかもなんかうん、よく、はい、今回自主トレですごい追い込んできてるんでガンガンやってきてるんで自主トレでめちゃくちゃ追い込んできましたってよく言う人いるんですけど、はい、うん、皆さんもねテレビとか新聞見てね見た人言った人ね、はい、いると思うんですけど、はい、その人の第一クール目とか初日2日目とか見といてくださいね、はい、はあはあ言ってますからえ、この練習でえ追い込んできたんですよねっていう、はい、いや追い込んできてませんやみたいな。ああ追い込めてないわけですね、はあ、うん。でピッチャーとかでもガンガン投げ込んできましたって言って、はい、うん、自主トレでガンガン投げ込んできてやってきたんでって言って、うん、はい、初日立ち投げ、はぁ、あ、自主トレで投げ込んできたって言ってませんでしたっけみたいな、はい、なのに初日立ち投げ、うん、追い込んでませんよねっていう。え、それっていうのはコーチとかがじゃあ今日はまあ立って投げてとか言ってるんじゃないですか。言わないんですよ。自分ですか。だって要は自主トレを他のところでやってガンガンやってくるってもう主力クラスじゃないですか、はい、もしくは 1.5 分もまあプロの野球がもう分かってる人たちですよね、はいはい、それはまあ全部が全部とは言わないですけど、はい、まあ、基本的には初日とか2日目とか自分の思うペースでできますよね、うん、あ、そうなんですね、はあ、球団にじゃあこうしろこうしろって言われてやってるっていうよりは自分で結構そのペースでできるんですね、はあ、そうそうそう。あとなんかトレーニングメニューとかランニングメニューとかで、はい、うんってやってるんですよ、はい、え、いやそんなハードなことやらないんですよね、うん、はい、え、追い込んできてないんですかピアが、はい、追い込んできたって言ってましたよねっていう、うん、お前の追い込みはどんな追い込みなんやぐらい、あれが本当よく分かんなかったですね。特に第一クール、いろんな球団の、まあ、それはだから球団がやらせてるっていうよりはみんな本当に追い込んできてるのって話ってことですよね、はあ、うん、だって追い込んできてんだったら2月1日からガンガンいきますよね。そういうの練習メニューも緩かったりとか、はい、まあ、球団も考慮してみたいな、うん、そうですね、うん、いらないんやろ、もう2月1日からガンガン行こうぜっていう、まあ、確かに自主トレってそのガンガン行くための助走なわけですもんね、はあ、だもしくは、うん、ベテランクラスは、はい、じゃあまあ慌ててゆっくりめに行こうかと、はい、でも若いやつらはガンガン行くよって、うん、分けてる。最近分けてる球団多いですけど、あ、そう、ベテラン2軍からとか、ね、あるんですか、ね、だからそういうのも多いんですけど、一緒くたで、うん、緩めからスタートって、はい、もうそのキャンプの緩めからスタートがちょっと理解できないんですよ、はい、ガンガン仕上げてきてるんですよねっていう、うんうんうん、それだったらもう2月いたからそれこそ紅白戦できるくらいガンガン行きましょうやっていう、はい、追い込んできたんですよね、自主トレって。まあ確かにそうですね、うん、それだったら自主トレ追い込んできてないんでちょっと緩めに入りますぐらい言っといてほしいめっちゃやってないって言ってやってないじゃんって、その状態ですね。そうだ、動けてないし何それみたいな、肩も仕上がってなければ、うん、で追い込んだって何追い込んだのみたいな、はい、あ、なるほど。え、あとこれ私 の素朴な疑問なんですけど、キャンプ1軍2軍って分かれるじゃないですか、あの1軍2軍って何の差があるのかなっていう。それはもう1軍と2軍の違いで言いましたよね、動画で。ホテルの部屋も1人部屋か複数部屋か、はい、もしくは食べるご飯も違ったりとか、うん、はい、ホテルの部屋の広さも違ったりとか。違いますけど、練習内容って何が違うんですか。まあでも1軍は1軍、2軍は2軍の監督が練習メニュー決まるんで、はい、まあ、基本的には、まあ、9割方変わらないですけど、はい、まあ、若干異なる可能性もありますし、なんかその私的な疑問はそのベテランの人が2軍キャンプは2軍からスロースタートみたいな言い方を結構するじゃないですか。でも言えば2軍の方が若手選手が多いし、ガンガンやって成長させないといけない選手が多いわけじゃないですか、うんうん、でそこと一緒にやったら逆にスローでできないんじゃないって私は思うんですよ。いや、チームの練習やってないですか一緒に。あ、そういうこと、はあ、自分のペースで自分のやつの練習をやってるだけなんで、はい、2軍と同じ施設で自分でゆっくりやってる、やってるだけ。あ、そういうことなんだ、はい、なんでその若手選手と一緒にこんなにガンガンやる必要があるんだろうと思ってたんですよ。あ、そういうこと、はあ、自分で勝手にやっといてっていう。あ、なるほどなるほど、はあ、大げさに言えばで1軍にいたら1軍と一緒に練習はするけど、そう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 、それよりももっとスローでやるから、そう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 、2軍にいて自分でやる。そう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 、なる
るほど。その時に二軍のホテルとかに行かされたら最悪ですけどね。そうですね、一軍のホテルから行っていいんだったらいいですけど、はい、あそこどうなるんでしょうね。まあやっぱチームによって違うと思いますね。あとはそのヤクルトとかだと一軍は沖縄浦添、二軍は宮崎だったりするし、あーそっかそっか。ロッテだとね、1、2軍とも石垣島だし、ジャイアンツもね、同じ施設内だし、ソフトバンクもそうだし、っていうところもあるんで、あ楽天も最初はずっと久米島で2週間1、2軍多分ホテルも一緒だと思うんですよ、でも3週目ぐらいから1軍だけ緊張するんですよね。だからそのチームにもよると思うんですけど、確かにそうですね。ホテル下がったら嫌ですね。食事も全然違うんですよ。お金かけてないから、はい、でもそのねキャンプなんで第一クール目ね、見てほしいですよ、自主トレの終盤から、追い込んできましたとかって言ってるやつが、追い込んできたぐらいで、だったら初日ぐらい楽勝できなきゃいけないですよね。はい、そうですね、はい、じゃあもしキャンプを見に行くファンの方がいるとするじゃないですか、はい、結構キャンプってやっぱり選手とも触れ合えるチャンスが多くてサイン並ぶ方とかもいるじゃないですか、そのキャンプじゃあまあ、最初の2週間、まあ、1ヶ月あると思うんですけど、どのタイミングでファンの方は行くのがいいですか。その最初どうかっていうのを見たいんだったら、まあ、最初に行くのはいいかもしれないですけど、その選手的にもどこで来られるのか、だから実践練習みたいのかとか、あとはトレーニング中心なのみたいな。だから前半はトレーニング中心多いから、で中盤以降実践練習、紅白戦とか入ってくるじゃないですか、大会試合とか、だからその何見たいかによりますよ。ああ確かに。じゃあ選手とちょっとあの選手もファンなんだよな、この選手にサインもらいたいなみたいな。それもいつでも一緒ですよ。あ一緒ですか。いつでもね、別に最初でも後でも、もう後でイライラしてる状態です。それがもう人が来ない時行った方がいいですよ。あいつが来ないんですか。だから平日の第二クール目ぐらいですか。やっぱ初日とかね、初日に来たい人もいるから、やっぱ、ね、だから第二クール目ぐらいの平日が来ないんですか、人は。ああそうなんですね。それ土日とかに来る、だから皆さんが行きやすい時に来ると人も多いですよね。あ確かに、ちょっとずらしていった方がいいですね。そうですね。いやーもうキャンプ始まりますね。そうですね、大変ですね。大変ですね。いや、岐阜選手大変ですね。あ、じゃああれやります。何ですか。キャンプ地、どんなんだったんや話。あ、面白いね。はい、私石垣行ったことないですし、なんか聞きたいです、いろいろ。それやります。はい、じゃあ次回で。はい、じゃあ久米島情報私言いますよ。はい、お願いします。はい、はい